B プロジェクト熱烈ラブコール、テレビアニメ公式ウェブラジオレコメンラブコール、熱烈ラブコール、紛れ込むドキドキ感、弾むような声に夢中で、シークレットシークレット見つめ合う、ゲームは連敗だ。皆さんこんばんは、 B プロジェクト北コレ北門智久役の小野大輔です。北コレ神保町から来れました、でも遅れちゃってごめんなさい。コレクニ隆二役、気象大輔です。僕じゃなくて構成作家さんのことですからね。なんで神保町から歩いて、なんで作家さんのモノローグをあの代弁したんですか。いや、北コレのコレは、うん、神保町から来れましたっていうコレ。あ、これそのコレなんだ。そうですよ、毎回やってますよこれ。毎回やってる、これに関わることやってますよ。やってますっけ。いや、久しぶりのラジオのはずなんですけれど。あ、何が、その、あ、我々が、うん、まあ、小野くんとラジオやるのか。そうまあ、あの、僕も岸尾さんもどうやら、うん、その B プロジェクトの、うん、その何お前進めようとしてんの、ちゃんとウェブラジオ、ちゃんと何進めるの。ちゃんと進めるよ、進める気がないんだろじゃあこっちが進めるしかないんだよ。そうですか。いや、でもタイトルコールすごかったね。全く練習しなかったけど、そうです、ね、バッチリあったね。初見も初見ですよ、初見もどこで切るとか何も決めてなかったけど、何にも決めてない、ようできましたね自画自賛いやいやいや、あなたを褒めてるんですよ。ありがとうございます。よく私についてこれた上からそうですね、上から。いやいや、もうでも長いですから、アニメ生まれてから45年ぐらい経ちましたけど、あなたも もうすぐ50年ぐらい。50ですね。私は森久保さんはね、信じられないですよ。信じたくないですよ。いやいやいや、信じてください。あなたはアイドルをやっています今。じゃあ年齢のことでアイドルはどうでもいいから。いやいや、だからさおっさんなのにアイドルやってるってことを言いたいんだよ。生で言うなよ。頑張ってるねって。なんと小野君、足引っ張るな。あ、すげえ。なんだろう、進めたら褒められるしちょっときつめのこと言ったら褒められるし、ちょっと狐のこと、コンコンなこと言いましたけど、狐ダンスやりますか。危ない。狐ダンス、なんすかそれ。いや、僕日本ハムのこと全然わからないから、キツネダンスかわかんないん全然わからない。なんで一回すかしたんだよちょっと待って何話してたんだっけ。何の話。いや、だからね、ずっと7年ほどのアニメも関わらせてもらってですよ、ラジオもだから出てんですよ僕ら。どうやらね。でも7年も経ってるといろんな記憶がね、7年どころか7秒前の記憶もあやふやなのに、ね、あれ忘れてたらもうちょっとアルジャーノに花束を持ってみてください。チーズですか。チーズあるじゃん。なんでチーズ、なんでチーズだけ、好きだからチーズ、チーズ好きだから。としてなんでチーズだけの話するんですか。いやネズミの話しなさい。あ、ネズミはダメですよ。そう、ネズミはちょっと敵に回せない。そんなにネタバレでもないしすごい、そんなネズミと戦っちゃダメですよそんな、あの、どこの千葉の方のネズミと、違います、違う、ちょっと戦うのやめてください。小野さん怖いな。小野さん本当、2023年10月2日よりいよいよ放送スタートとなった区切りが悪いね、2日ってね。 B プロジェクト熱烈ラブコール、よし、台本に戻ればなんとかなると思って今戻りましたけどもね。じゃあ1期振り返ってどう。そうなんですよ、その話をしたかったんですけども。振り返れるの、まあ、振り返る。今さっきだって7年前全然覚えてない。どうなんだ、振り返った最初でも振り返れば奴がいるってドラマ俺好きだったけどね。おお、いや分かるね。やっぱ世代なんだね。世代なんですよ。すごいだね。そりゃそうでしょ。じゃあやっぱナッキーパンチの話。いや、ナッキーパンチの話はねその話は放送入る前です。この収録入る前に隣で、はい、あれですよ、花江くんが今 B プロのキャラソン撮ってる、ね、撮ってるだ、もうじゃあ花ちゃんにもね、花ちゃんに可愛い声出してもらおうかみたいな、アシューのね、はい、そんな話をしてたら、なんで僕に全部説明させるんだないや俺7秒前のこともあやふやだからさあ、そう結果、ね、花ちゃんって言ってたのに結構ナッキーになったんですよ、ね、ナッキーって呼んでるんですか。いや、夏江くんって呼んでからよく分かんなくなった。夏江くんって最初に呼んでそっからなんか崩れてったね。花江夏樹が夏江くんになって最終的にナッキーになってナッキーパンチ、ナッキーパンチ加藤夏樹さん本当に可愛かったですからね。可愛かったね、まあ、今でも可愛いですけど、そうでしょうかね、
きパンチ、どんだけの方が、あ、泣きパンチでラジオですよ、ね、ラジオラジオ、そう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 、いや関係ある、関係あるよ、関係あること関係、ラジオラジオってことだけで今そうですね、話題としてはつながってるんで、やったなおい、やったな、うまいな、俺たちうまいな、ラジオが上手、いやいやラジオ上手だ、何年やってんだよ、なんか、なんか検証に当たる、検証に当たる検証による、わかんない、あの作家さんがもうちょっとあのギブアップのオープニング喋りすぎだってギブアワールドプロレスリングみたいな、ギブアカン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 おかしいな。まあそんなわけでですね、ウェブラジオの方ですね、あのこうしてレコメンラブコールとして、うん、まあ復活したわけですよ。そうなんですね、やってきたんですけど、復活の呪文を ねいっぱい入れましたから、そうなんですよね、すたまに間違うとね、125文字くってね、おい、その音作っちゃダメだよ、え、音使っちゃダメだよ、音はダメだよ、音はダメなんですか、ダメダメダメ、ここ守ってよ、コンプラがよく分からなくてだけど第1回、ね、第2回コンプラはねガンプラみたいなもんだから、コンプラとガンプラは同じようなもんなんですか、作ってけ作ってけ俺たちで、うん、作ってけじゃあいいだろう、ジャイアンの話をしない、ダメダメ、保管先の話すんなよ、もうごめんなさい第1回第2回は、あの僕たち大輔図が担当する、ナミカも呼んでやれよ、じゃあなんでよ、まだナミカも呼んでやれ、トリちゃんも呼んで、あのスケズでやろうぜ、スケズでトリちゃんもスケズでやろう、俺たちスケズだろ、スケズで、いや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 、え、スケーズの方が良かった、伸ばした方が、あ、スケーズ、スケーズ、スケーズ、スケズの方が、イケズみたいな感じ、スケズ、スケズ、このスケズみたいな、よかった、というわけでね、あのとりあえずあの最後まで諦めずに聞いてください、最後までね、はい、きたこれこねくれ友人役の岸尾大輔できた、バイビーバイビーじゃねえよ、ちょっと待て最後やるんじゃないの、え、最後、そうそう、最後、この番組はガンダーラミュージックの提供でお送りしました、俺のところ、いや、私のところです、あなた前くれだからじゃあ、僕の前くれをこの後、皆さんにお届けします、この番組はガンダーラミュージックの提供でお送りします。レコメンラブコール、レコメンラブコール、改めまして、北これ北角智久役の小野大輔です。改める必要性はないと思いますけどね、北これのこれくれ友人役、岸尾大輔ですよ、はいはい、ではまずは第3期がスタートした B プロジェクト熱烈ラブコール第1話についてお話ししていきましょう。まずはあらすじ紹介を岸尾さん、よろしくお願いします。はい、第1話ビッグウェーブということでね、まあ突然サーフィンアニメに変わったわけでございますけど、あったねウェーブね、すごいね、ダッペッダッペッつってな、ビッグウェンズデーみたいな、水曜日、うん、大波来るっていう話、B プロジェクトの話をしてください知ったじゃん、なんでへこむなちょっとあらすじ教えてくださいよ、はい、ビッグウェーブということでね、うん、急にサーフィンアニメになったダペダペっつって前野くんがね地元だからね方言上手だから帰ろう、あ、たけし、たけし来た、帰ろうこの野郎、こんな B プロジェクトは嫌だ、あなたたちはこの試合をしてもらいますアイドルものかと思ったサーフィンアニメだバカ野郎なんつって菊池郎だよバカ野郎菊の門どころだよバカ野郎そろそろあの、はい、第1話第1話ビッグウェーブということでね、はい、急にサーフィンバカ野郎俺読みますかこれ、時を経て名実ともにトップアイドルとなった B プロジェクト、 A&R の翼も忙しい日々を送っていた、そんな中翼が務めるガンダーラミュージックでは新しい上司のもとさまざまな企画を進めていくことに、新たな目標に向けたアプローチに戸惑う翼とメンバーたち、これは本当に B プロジェクトのためになっているのだろうか、悩む翼のもとに新しいアーティスト担当の話が上がり、波に乗るというサーフィンサーフィンアニメに変わったんですけど、みんなウェーブ見たくなってんじゃない今改めてウィーンじゃなくて、いやウェーブが坂さん、今のもう今のが真面目にやってるんですよ、真面目、今の真面目に読みましたからね、そうですね、すごい、ちょっとでもね、ちょっとキャラ入りすぎちゃったかな、そうですね、分かってんじゃん自分でちょっとキャラ入りすぎちゃったちょっと三輪さんみたいなテイスト、あ、いやいや、リュウジです、リュウジのキャラでやりましょう、リュウジキャラです、そんなだけラジオ版のラジオ版のリュウジキャラ、あ、ラジオ版があるんだ、ラジオ版があるんです、アニメ版とラジオ版がね、ちょっと違う、
そうそうそう、ちょっとだけね、ちょっとだけね、ちょっとだけね、ちょっとだけよ。タブーが流れてきましたね。バブーの存在をタブーにしてほしいですね。いやまあバブーみたいなもんですよ。おまだ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 ね、そう役者としてはまだまだまだという第一話でしたが、皆さんいかがでしたかという話なんですけど、まあのまあ振り返りますと、まあ久しぶりにまた演じるわけじゃないですか。あ、どこ読んでるの？ん？どこ読んでるの？読んでないですよ。あ、感想ですかこれは。感想を述べようと思って。でも最初にその第一話の第一声がもうその戦闘シーンから始まって。そうです。まあね、サーフィンアニメかと思ったら急にお風呂の話になるとは思わなかったですよね。ちょっと待って待って待って。最近結構銭湯はねちょっとなくなり気味になってるからね。文化を守っていきたいですよね。一話目からね、早速のサービスシーン。銭湯も値上げのね波が来てるからちょっと危ないですね。銭湯ね。あの宇宙の話です。空の話。そうそうそう、ああ宇宙とかで空ね、うんうん、ってことは赤いモビルスーツそういうことですか。そういうことですか。そっちのこのパーソナリティは化け物かななんでちょっと今タケシって入ってたの。動きにタケシが入ってて動きを拾わないでくださいラジオで。肩を上げながらこのバカイドは化け物。あでもやりやすかったですね今。なんでなの なんでだろう。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろうの動きしてますね。鉄さんの友だ、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 これ&友で、なぜか名字ね。これ&友でね。待てホラーだって戦闘機乗ってほら戦って戦闘機を乗ったホラーアニメになった。ホラーを拾ったな。ねね、あれで冒頭だけだったね。冒頭からほんのちょっぴりですよ。でも最初に戦闘シーンから始まったから入りづらくなかったですかって話なんですよ、うん、全然久しぶり。よくあるじゃないか。ビープロジェクト、なんか違うこと。まあ ね劇中劇がね、アイドルであり、はい、その俳優業もやってたりしますから、ね、やってるだからよくあるよくある。ジミーちゃんのリーもうねその手通じないよ。はいはい、どうせまたなんか、うん、ドラマがなんか撮ってるんでしょって思われちゃうよお客さん。どうせ生まれちゃう。あれ、アイドルアニメのはずなのになんか戦闘が始まってると思ってくんない。確かにそれは確かにむちゃくちゃいいお客さんだけどなかなかそうはならない。どうせドラマか映画撮ってんでしょ。 CM かなんか撮ってんでしょあいつら。ほらやっぱりほら、はいはい、すぐバレちゃってるよ。うわ嫌な顔するな。お前これ肩上げながらお前どうせそうなんだろ。こんな B プロジェクトは嫌だ思われちゃってる。だからもっと手を返し名を返していかないと。おお、うん、でも僕的にはでも意外でしたけどね、ああいうシーンから入るっていう。いいお客さんだから。いやそうですよ。だから正直最初まずじゃあ台本読んでなかったの。その後の台本読んでなかったから初見だからね。 やべえ、うん、やべえってアイドルもんじゃアイドルもんじゃなくなっちまったって思って。王子キャラだからちょっと力感入っちゃう。力屋さん感が。そう力屋さんどうだっけ。はい、すいません。っていうね。そうね、力屋さんも入っちゃうしね。ダメ出し中のね。まあ、B プロジェクト第3期もさ、地上波。え？あれ噛んじゃった。地上波はどうでしょう。地上波。はい。地上波はそうそう。いや本当ね、ありがとうございます。お疲れ様でした。いやいや疲れてね。ありがとうありがとう。いやいやこれをやらせたがるんですけどね。そうですね。うん、急に力屋さんが出たからさ。力屋さんじゃなくて秋夫さんなんですけどね。力屋さんの後に秋夫さんもねやってもらいたかったから。いやーそんなでもね低い声を、ね、低い声を出せないじゃないですか、はい、なんだったら僕もそうだけど本番は北門智久としてもそうだけど、はい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 、これに龍二としてもなんとか作品の話をしようとして。そうです、当たり前じゃないですか。話そう。話しょ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 う。残機プルプルビープロの話を話しょう。そろそろビープロの話を話しょう。いやまた怒られちゃう。もう怒られもう怒られもう後で怒られよ。なんか一緒に怒られよ。いい人だね。いい人だね。そうですよ。そうじゃないと7年も一緒にやってられないですからね。いい人。まあ、やってらんないよって。ああこっち行くのね。そう今のはね息が合わなかったんですけどね。どうなんですか。でもいやその年を重ねて。はい。キャリアも重ねてって、でもリュウジって可愛いじゃないですか。はいはい、見た目は可愛い。うん、中身も可愛い、ね。中身も可愛いよ。
お、そうなんだ、そう映るんだ、ね、なんかキャラの話になるとぐっとなんか緊張感が走り始めたんですけど、やるのどうですか、辛くないですか。辛いよ。辛い、やっぱ辛い。それは辛いって、それは辛いよ、それは本音で。辛いっていうか、もう、もう申し訳ないよね。どういうことですか。申し訳ない。だって、ないって、まあ、50のおっさんがさ、あんな可愛い役やってたってダメだよ。これ信じられないんですけど、やっぱ申し訳ない。あれですよね、アフレコ入るとぐっと緊張感が増して、ふざけなくなりますよね、岸本さん。ふざけてる場合じゃないの。もうね、オサリのモノマネしてる場合じゃないんだよ。本当なんだよ。1期2期を振り返っての話すると、現場で割とオサリのところ、森久保さんいない収録の時にふざけてやってたりしてたんですけど、ね、もう今期ぐっとやっぱ、ね、もうそれはね、ヤシロ君がやればいい。そうだ、ヤシロ君に任せてね。で、哲也のモノマネをチーバ君がやればいい。哲也って赤っきりね。チーバ君は千葉賞ね、音材をね、チーバ君がやればいい。あ、育三郎の方がよかった。チーバ君、育三郎似てるからね。育三郎、顔がね、顔がね、千葉翔也君のね。そうそう、チーバ君はね、育三郎だ。いやそう、でもそう、あの現場での呼び方がチーバ君だったり、そうね、みんなポカーンと、チーバ君だったり、うん、哲也だったり、そう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 、カー君だったりね。カー君は誰ですか。カー君は加藤和樹さん。本人にカー君って呼んでも、お、はいみたいな感じだったけど。馴染んでないじゃない。馴染んでない、まあ、誰からも呼ばれないんじゃないの。まあまあ、でも今は呼んだらやっぱりちゃんと答えてくれる。いや、でも久しぶりだからね、 B プロ以外で会わないからさ、なかなかね、会えないですけどね。うん、うん、イベント以来会ってないんじゃない。おお、なんかでっかいイベント以来。うん、うん、でも呼び方ってそのカー君みたいに、はい、なんか結構岸尾さんって人と違う呼び方します。したがるんだよね。したがるんだ。したがる。西山幸太郎君は、西山君今はウエストって言ってる。こうちゃんか西山君か幸太郎君とかね、うん、ウエストなんだ。そこ取ったんだ、うん、マジですか。そうです。八代くんは八代くん。八代くんは、八代くんはね、あ、ヘイタクちゃんって呼びづらいだろ。呼びづらい。でもなんかぐっと緊張感を増してて、すごい真剣に取り組んでるなって僕は思ってた。あだ名で呼ぶときに緊張感が増すんですか。うん、それで抜いてる感じ。いや、僕もだから保つのに必死なんですよ、実は。何を。北門智久を。あれ、しんどいの。しんどいです。そうなの。もう低い声の方が出しやすいの。そうですよ、そりゃ。あ、そうなんだ。低いっていうか、しかも、まあ、普通に喋るのが低くなってきたってこと。それもあるんですけど、うん、いただく役がタフな役が多くなってきたんで。あ、そうですか。そうなんですよ。ずっとオラオラしてるからでしょ。オラオラしてますよね。オラオラしてる。オラオラしだしてからどんどん増えてって、そのそんなん、ね、まあ、筋肉系といいますか。じゃあ、トモ君をやってまた戻そうよ。いや、そうなんです。だから貴重だなと思って。それはね、確かに俺も同意見です。貴重です、ね、こういう役ね。さっきはね、申し訳ないって言ったけど、うん、50のおっさんがこの役やってるのは奇跡だからね、うん、ね、それは貴重です。その話ね、現場でみんなでしたんですよね。岸本さんすごくないですかつって。いや、でもね、ふわふわしちゃってるからね、もうちょっとね、うん、お花ちゃん来た。見てください、やっぱ花ちゃん来たね。ほら、すごくない俺、君、小野くんの判断だけですごい。入れよ、入ってこいよ。あ、帰った。あ、オーハーやってもらおうと思ったけど、帰っちゃった。だってもう終わってんじゃん。あ、入ってきた、入ってきた、入ってきた、よしよしよし。あ、ノリね、お疲れお疲れ。オーハーやった。終わっちゃったじゃん。レコーディングしてました。ねえ、はい、ちょうどその話してたんだ。あの、幕末のやつ。幕末のやつか。幕末のやつやってました。そっちなんだ。はい、ちょうど話題上がってたんだ。あ、本当ですか。いいの、でも。いやいや、もう全然、もう。うん、いいプロじゃないですか。いいんだ。はい、なんでもやっていいみたいな。今ね、夏江くんって夏江くん、うんうん、なんかね、合体して変な呼び方になっちゃった。野球選手みたいな。最終的にナッキーになったから。あ、本当ですか。君のあだ名。じゃあナッキーで今後よろしくお願いします。ナッキーパンチになった。受け入れるな、俺。ナッキーパンチになったの、名前が。ナッキーパンチなの。ナッキーパンチになった。ナッキーパンチちょっと長いんで、ナッキーで。ナッキーでいいですか。はい、ナッパン。あ、もう帰っていいですか。ナッパで、ナッパで。せっかく入ってきてくれたのに。クンやって、またね、クンやって、クン。またナッパ、サウナ行こうね、また。ナッパ、クンやって。まあ、そんなわけで、アフレコは真面目にやっております。やってます。そりゃそうです。1話見てもらったからね、分かると思いますね。ねえ、頑張っていきたいところです。まあまあ、次回なんですけれども。次回。うん。次回へのつながりということで、翼が人気 YouTube、
ユーチューバーって。そうだ。ユーチューブってダメだ。それは使っちゃいけない。ごめんなさい。ごめんなさい。すげえちょっと噛んだらすっごい言われる。ユアですか。アをつけて。ユアチューバーね。ユアチューバー。ユーチューブじゃない。ユアチューブです。どこのチューブだよって。ビーチタイムかっていう話ですね。お。あ、夏休みっつってな。ちょもう秋だからそういう話はやめようよ。秋だもん。時事的に良くないもん。人気ユアチューバーのウルトラズの担当することになるというところで、ね、キャストはですね、エースケが畑中タスクくん、そしてビータが伊藤健人くんです。はい。プレイステーションビータがね。そこからつけ名付けた。ずっと思ってた。うん、ウルトラズも活躍します。ぜひ注目してください。レコメンラブコール。レコメンラブコール、コーナーすっ飛ばしてエンディングです。やったな、すごい喋りすぎちゃったね。やりましたね僕らね、うん、はい、まあ予定調和だったけどね。予定調和でこうなるか。いやまあ予定よりちょっとね、坂さんがコーナー作ってくれとんじゃん。予定よりちょっと進んだね。確かに20分だからね、それくらいだったら多分3行、台本3行で終わると思ってたんですけど、話してました、ページめくりましたよ。本当にそうですね。すごい、うん、すごいやるときやるね俺たち。巻き込まれ、よかったよ、感じてるってことですね。ページめくったらすごいことだよ。3行で終わろうと思ってた俺たちが、おうおうおう、俺たちが飲み込んでいいの。俺たちではないよ。ちゃんとページ的にはね、コーナーストバッしたとしても5ページって言うんだよ、うん、5ページすごいことだよ、ね、ゴイゴイスだよ。久しぶりにそれも久しぶりに聞いたな、ゴイゴイス。本人が言わないからね。そうなんですよ、我々で言ってかなきゃいけない。いや、そんなわけでね、うん、戻っていいですか台本に。そろそろ戻りますか。戻りますよ。 B プロジェクト熱烈ラブコール、テレビアニメ公式ウェブラジオレコメンラブコール、まさかのタイトルコール。ちゃんと待ってくれてありがとう。戻りましたよ、最初に戻りましたよ。なんでしょうね、でも久しぶりにこうやってラジオをやると、岸尾さんと話してるとこうだっていうのは久しぶりに思い出しました。そうですか、うーん、じゃあ申し訳なかったな。申し訳なくは思ってるんだ。申し訳ない。踊り申し訳ない。どうじゃべた。ちゃんと言って。言えなかった。ちゃんと言って。偽物のジャックバーはちゃんと言って。アニメ B プロジェクト熱烈ラブコール第1話は10月2日月曜日深夜26時から各放送局などで放送配信されています。では本日はここでお別れです。お相手はもう今チューニングしてます。チューニングしますよ。よろしくチューニング。そんなよろしくチューナップ。よろしくチューナップじゃないよ。何言ってんだ。よろしくメガドック。メガドックでしょ、だからメガドックでしょこれ、うん。チューンチューナップ。よろしく俺にチューンナップ。オープニングです。あとくれがコレクニで読むので、はい、皆さん楽しみに。チューンナップしてます今。よかった。そのためのチューンナップ。よかったです。
ってお相手は北これ北角智久役の小野大輔と北これこれ国隆二役の岸尾大輔でした。バイビー。この番組はガンダーラミュージックの提供でお送りしました。どこに行きますか？